皆様、こんにちは。私は、群馬大学昭和地区学務科入学試験係の神山と申します。本日はお忙しいところ、大勢の皆様にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。では、帝国となりましたので、ただいまから、群馬大学大学院保健学研究科の入学説明会を開催させていただきます。まず、はじめに、保健学研究科長の横山教授からご挨拶があります。 横山先生、よろしくお願いいたします。保険学研究課長の横山でございます。本日は本当に大勢の方にお集まりいただきありがとうございます。で、多分あの皆さんの中にはですね、あのもう社会人としてまあ保険医療機関等でねお勤めされている方も少なくないと思うんですよね。で、本当に皆さんにとってこのまあ二年半余りですかね、コビッド19が流行してまあかなりやっぱり大変な思いをされてきたのではないかと思います。 あの実際にね、直に今患者さんと接する機会があった方もいらっしゃいますでしょうし、あるいはこう感染予防ということで、ね、非常に気を遣っていたんではないかと思います。でまあ、大学院も実はあの結構それなりに COVID-19 の影響を受けてまして、特にあの去年、一昨年あたりはですねあの本当に大学院生がそもそも大学に来ることすらまあできなかったと、で授業もすもべてまあオンライン、あるいは教員とのやり取りもすべてオンラインという形になってしまいました。 でまあ、だんだんね、あのその辺も解除されてきて、で今年は授業の方も、まああも部分的に対面で行えるようになってきてますで。研究に関しては、あの今、いわゆる実験系の研究に関しては、ほとんどもう通常通りの研究をしています。ただですね、あの特に看護学の,あの領域ではです、ね、やっぱり患者さんとかをあの対象とした研究があるわけですけど、まあ、その辺はなかなかね、まだ制限がかかっていると聞いてます。 でただまあ悪いことばかりでもなくて今までの大学院でもなかなかオンラインの授業とかっていうのはできてなかったんですけど今回もこれを機会にまあ一気にというのかなあの本当にシステムとしてはあのオンンラインの授業が可能になってますで実際だから今もう今年もですねあの対面でできるんですけど特にあの社会人の方の場合はやっぱりあの仕事の都合とかでねオンラインの方が受けやすいっていうのもあってオンライン授業とも併用した形で 開講しているものもの少なくありませんで,ですから今後ですね、まあ、もちろんまた来年度どうなるか分かりませんけど、あの全く元に戻すんではなくて、おそらくその今、ね、ウィズコロナの時代で培ったというのかな、まあ、こういうオンラインとか、特に社会人の学生さんに、まあ、あの参加しやすいような、えー、授業とかを、ね、併用しながらあの進めていくことを今、考えています。 ただですね、私自身、じゃあ、すべてオンラインしてしまえばいいかっていうと、そうは思ってなくて、もしすべてオンラインでよければ、それはもう通信大学ってことになってしまうので、やっぱり対面でやることが、非常にやっぱりその、教員と皆さん、あるいは皆さんの学生さん同士のコミュニケーションを養うために非常に大事なので、あのまあ、そこはうまくねあの、オンラインのメリットを生かしつつ、 対面とオンラインをま併用するような形でできればいいなと今あの検討しているところです。で、あのまあ、本当にねまだ来年度になってみなくてわからないんですけど、あのぜひともねまたあの多くの方に受験していただいてで多くの人に参加あの入学してもらってねまた皆さんと一緒にまたまあ、ある意味こう新しい大学院という大げさだけど今までとまたちょっとこうやり方を変えたあの形で。 えー、大学院が、まあね、スタートを切れ,ればいいなと思ってますので、ぜひね、今日の話を参考にしていただいて、えー、多くの方があの大学院を受験していただけることを、まあ、強く望んでいます。よろしくお願いいたします。以上です、はい。横山研究課長、ありがとうございました。では、続きまして、保険学研究科、教務委員長の斎尾教授から保険学研究科の紹介があります。斎尾先生、よろしくお願いします。えー、では、 えー、説明を始めさせていただきます、えー、と大学院というのはです、ね、あの一貫性の大学院という博士課程が前期後期に分かれていない5年制のものとです、ね、それから区分制大学院という前期課程と後期課程に分かれていて、それぞれに入試があるというものに分かれています。 全国の約90%は区分制大学院で、群馬大学は区分制大学院に属しています。それで、実際には前期課程定員が50名、それから後期課程が定員10名で、それぞれ学位審査があって、小5授与というふうになっています。それから前期課程の大学院の特徴は、 領域ごとの、えー、っと勉強とユニットとしてですね、領域をまたいで保険学全体として、えー、勉強するという基礎応用地域国際というユニット型の勉強と、えー、縦割り横割りで、えー、クロスしてですね、えー、勉強しようというようなあ形をとっているところにあります。で えっと、公費課程の場合はどちらかには領域別にしっかりと重点的に学びましょうという仕組みになっています。で時間帯としてはですね社会人の大学院に対応しているので多くの時間割が6時からの授業が多いんですけれども昼間の方はやっぱりこの昼間の時間に研究をどんどん進めるという形をとっています。で実際のあの 大学院のカリキュラムなんですけれども、夜間開講がかなり多いという、それからあと集中講義ですね、土日開講とかですね、夏休みとか、そういったものがやっぱり多いというのが我々の大学院の特徴です。それから、履修の単位といたしました、ここに書いてありますけれども、30単位が必要です。で、この30単位ってどういうものかというと、学部を考えてください。学部は8単位だったかな。 が単位なので、えー、まあ簡単に言えばですね、えー、っと学部のお1年間にあたるものを例えば前期課程だとえー、っと2年間で取るという形で、主にやっぱり研究に対する時間を割く代わりに比較的座学とかはあ学部と比べれば少ないという形になります。で、えー、それから 終了の要件というのはです、ね、その30単位を取得するということと、えー、指導教官から受けた課題の研究を、えーっと、成果として論文提出して、それを審査して合格すれば、えー、学位です。そういうふうになっています。で後期課程に関しては、さらに単位数が、えー、少なくなりまして、研究にさらにシフトした形の、えー、大学院になります。 ですから、どんどん研究を進めてくださいということになりまして、終了の要件といたしましては、14単位を取った後に、ここに書いてあるような国内外の権威ある学術雑誌に筆頭著者として投稿を受理されていることが条件です。これはあの、えー、と英語で,です、ね、インパクトアクターがついたもの。 あるいは日本学術会議という学会に属している学会誌の場合は日本語でも結構というふうになっております。それでもなかなか難しい場合は北関東医学の雑誌に英語で書くということも要件としては満たすというふうになっています。それから次ですけれども、 私たちの大学院の特徴は、専門職大学院の機能を持っているということで、看護においては専門看護師コース、がんプロフィッシナル養成コース、地域完結型看護リーダーコース等がありまして、今までこのような修了実績を持っています。それから、臨床研究コーディネーター管理者コースに関しては、全量共通としての専門職大学院のコースです。で、えー、例えば、 CNS コースですけれども、これはやはりあの群馬県内唯一の専門看護師教育機関として、えー、38単位というです、ね、非常に多い、えー、単位数、群馬大学でしかできないような単位数の家庭を持っています。で、これはあの原則前期に開講されていて、がん看護、慢性疾患看護、老,年、えー、老人看護、母性看護といううなっていて、えー、現在、このような多数のです、ね、実績を持っています。 これがホームページなんですけれども、このように先生方がですね、教えていただくという形になっております。臨床研究コーディネーター管理者養成コースですけれども、あのこれは臨床研究のコーディネーターではなくて、それのさらに上の管理者ですね、コーディネーターの管理者を要請するという形で、えーと、群馬大学にしかない非常に高度なですね、 プログラムになりますので、ぜひご活用ください。実際には別に資格はですね、看護師さんから理学作業、それから臨床検査、それぞれどんな職種の方でも参加ができて、それを実際、講義と演習で学んで、終了すると、プログラム終了証がもらえると。 いう形になって、えー、企業とかですね、えー、そういうところにもどんどん就職できるように、えー、こういう活かしましょうというプログラムであります。えー、プログラムとしては、あのそうたくさんのですね必須科目はありませんので、ぜひ、えー、しっかりとですね勉強していただいて、えー、科目を取っていただいて、えー、終了していただきたいと思います。それからもう一つですけれども、 働いている職場での研究課題を大学院の研究課題として利用できる特殊、えー、とプログラムといたしまして、地域大学院循環型保健学リーダー育成プログラムというのを群馬大学は持っています。一般的なプログラムは大学でデータ収集をするということがあ主なんですけれども、このプログラムの場合はあ、職場で主にデータを収集をし、大学にも通いながら、 データを整理したり検討したりいたします。で、えーと、事業も大学と職場を両方活用しながら受けるという形になります。これは社会人向けですね、に自分たちの職場のデータあるいは情報をどんどん使っていただこうという仕組みです。で、 えー、ちなみにですね専門職コースを履修するということはどういうことかと言いますと例えば、看護のですね場合に CNS コースを取った場合には通常30単位でいいんですけれどもそれに付加して、えー、これだけの単位が必要というような形になります。まあ、頑張ってあの履修していただいてということになります。でえー、それから例えば これは CRC コースを取った場合ですけれども、CRC コースの場合は通常の単位32プラスこれだけの単位という形になっています。これはそれぞれのコースで取得単位が違います。それから専門職大学院の部分を履修するとどうなるかということなんですけれども、それぞれに対してのコース終了証というのがですねこれらのコースの終了と。 という形で、えー、大学から授与されるということになります。えー、それからもう一つ、えー、社会人の就学支援として長期履修制度というのがありまして、えー、履修家,家庭履修の、えー、っと通常の年間の倍の時間を同じ学費で履修して卒業することができます。えー、それから地域保健研究プロジェクトというのは先ほど説明したとおりです。 それから、授業料免除という仕組みがやはりあ学部と同様、を揃っています。それから、ティーチングアシスタント、リサーチアシスタントという制度がありまして、えー、学部学生の実習補助、あるいは後期の場合は学生自体が、えー、研究補助をすることによって、えー、時間当たりいくらかのですね、 えといわゆるなんて非,常、えー、と非常勤のこう職員と同等のような時,時給のです、ねえー、と給料をえっといただきながら、えー、研究も進められるというような仕組みを持っています。それからでは、えーと、どのような就職先になっているのかというのを、これは近年のデータでパンフレットにも載っているんですけれども、示します。 えと前期家庭卒業生というのは病院に就職する方が半分、それから進学される方が10%ありますで。特徴としては、やはり企業に行かれる方も結構おられるということで、特に、えー、と生体情報検査科学なんかを卒業される方は、企業就職もかなり全国的に増えてきているというのは国立大学の特徴になっています。それから その他ですね、公費課程の場合、どういうふうになるかというと、やはり公費課程の方というのはですね、大学教員になりたいという方が多いので、公費課程を修了して、そのまま大学教員になる,なるという方が半分ほどおられます。そういった特徴を、群馬大学のですね大学院というのは持っているということをご承知おきください。それから、大学院教育とか学部教育は何が違うかなんですけれども、 大学院では自分の研究テーマを持つということで。学部ではですね、卒業研究っていうのも一応あるんですけれども、それと比較して、格段に文献を調べたり、まとめたりすることが多くなりまして、英文を効率よく読む力がつきます。また、専門的な知識を、領域教団的に学部より一段高いレベルで学びますので、今まで知らなかったことへの知識が深まるということになります。 それから、学部制以上に学内、国内、海外発表の機会が増えます。この2年はコロナでなかなかできませんでしたけれども、今後は増えていくというふうに予想されます。それから、自分の研究テーマごとに集中して取り組むので,です、ね、成果が出やすくて、学会発表等につながります。 また同じ領域や異なった領域の研究や多大学、会外のレベルを肌で知ることもできますので近年ですね、やはりあの1年ちょっと,、えー、と休学してでもいいから海外行ってみたいなという形で海外行くような話もどんどん、えー、と学生の中でしている子がいるというのが今の少しこう変化として捉えられているところです。えー、実際ににはこのように え昼間大学院に通えば、このように昼間どんどん研究をして、えー、リサーチ・ティーチング・アシスタント等をしながらですね、えー、夜間大学院の講義をして、えー、研究を終了して、土日に関しても来たい場合は、どんどん来て研究しているという状態です。で、えー、実際にこれあの、えーっと、私どもの大学院生がシドニーで国際細胞学会で発表したときのあ様子を、えー、っと示しています。 このようにポスター発表ですね外人さんが聞いているところで英語で発表するということをしています。えー、実際にですね大学院の学部教育はさらに何が違うのかということは、日本語や英語で論文を書くことができる、つまり論文というのはですね自分の研究を、えーと、自分の発見とか主張を公に発信する手段ですね。 これに関しては学科より非常に多い大きいインパクトを持ちますので、それによって国内外の研究者の目に自分の研究がれ、えー、と触れられるということになります。それから協調性を失うことができるということ、それから自分の同級生や後輩の研究を手伝ったり、自らの研究を手伝ってもらうことが多いので、学部学生のときとは違ってですね、やはりこの学部学生というのは、 ほぼすべて自分の努力が成績に直結する。えー、ただし、えー、大学院の場合、自分一人では何もできないということをやはり大学生活で、大学院生活で知ります。おのずと協調性が備わるようになります。それからもう一つ、一番大きいことはですね、大学院で学ぶ中で、学会発表や勉学を続けていく気持ちが芽生えてきます。そのため、大学院修了者はおのずと教育研究機関での研究者、 教育者、大学病院の就職、大学病院部員への就職、がんセンターの就職、循環器病センターの就職などですね、高度専門機関に就職したいという、えー、と気持ちがどんどん芽生えてきて、実際にやはりあの学部生とは、えー、と就職する、えー、と場所が変わってくるというのが一つの、えー、特徴になります。ですから あ,あともう一つは、えー、資格を持った状態で就職できるという意味で、やはり行、えーなかなかえー、け,ける場所が、やはりこの大学学部生と大学院生で変わってくるという側面もあります。えー、じゃあど、どのような研究をしているのかというのは、これ、ホームページをこれあのご覧いただくと、このように、これは看護ですけれども、えー、ずらっとですね。 私たちの先生たちが乗っていて、その先生たちがやっている研究内容が書かれています。それから線が引かれているところは、これ、先生たちにアクセスできるんだと思いますので、ホームページがアクセスできますので、見ていただければと思います。それから、これは次が検査専攻ですけれども、このようになっています。続いて、これがリハビリテーションの中の理学療法。それから こちらがリハビリテーション学の中の作業療法学、それから保健研究教育センターという形で、このような教員が皆様とですね一緒にどのど教育をしたいということでお待ち申し上げております。で、これ最後のスライドになりますけれども、やはりあの私が感じている群馬大学大学院の保健学研究科の長所ですけれども、私はあの岐阜大学、琉球大学と 2つの大学、地方大学を歩いてきましたけれども、同じ地方大学の中で、群馬大学はどうすごいのかということをあちょっと感じているところがありまして、言います。えー、国公立大学の保健学研究家としては、えー、規模が多い方ですあの。大学院が前期で50名というのは非常に多い部類に入るということですので、えー、皆様ですね、ぜひ大学院をご活用ください。よろしくお願いいたします。 それから医学系研究科とか生態調節研究所が敷地内にありまして、医学系研究施設としては地方大学としては非常に規模が大きくてですね、えーとまあ、あの96以来というふうに言われているような医学系の研究科にかなり肉薄するぐらいの規模を持っていると私は感じます。それからさまざまなそう、そういうところが相ま,相まった形で、 さまざまな分野の一線の研究者があの敷地内に集まっています。ですから、それによって結果的に保健学研究科の中の教員のアクティビティが高くなりまして、熱意もかなり強くなっています。さまざまな職種の研究者がそういう意味では、保健学研究科の中にも集まっていますし医学科の中にも、医学部の敷地の中にもいるということで、相互にこう刺激をし,合,いましあ合っているという状態になります。 それからあとあの保険学研究科というところのくりで見ますと、群馬大学はトップランナーとしてですね、国の中でも評価をされている非常に、えー、と優秀な保険学研究科というふうになっていますので、あの自信を持ってですねあの、皆様に大学院進学をお勧めしたいと思っています。で最後にになりますけれども入学者の皆さんに ああここで勉強してよかったなあと卒業の時に思っていただける環境と教員の熱意がですね、馬、えー、大国研,研究科にはあると思いますので、えー、ぜひ一緒にですね、皆さん、えー、研究しましょう、えー。よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。